はい、アフリカ続きからやっていきたいと。あ、すごい吠えてる。あ、そうだ、労働ちょっと長いんだよね。よし。じゃあ今日もね、出発しますよ。前回はもうちょっと本当にやられすぎたので、ちょっと今回は動物を舐めない。それだよね。やっぱ一番はそこだと思う。よし。とりあえず、これ行く？トムソンガゼルの群れ。群れいるのかな？これは？そうか、動物を発見した写真送ってくださいだもんね。特に今はないので。次はトムソンガゼルの群れの撮影だな。群れというからにはガゼルがたくさん映ってダメだろうな。知ってまーす。そりゃそうだろうよ。群れか。まあ、最低でも、まあ、10匹ぐらいはいないとちょっと群れとしての迫力には欠けるよね。でもそんな簡単に撮れるの群れって。ねえ。難しそう。あとさ、まあでもこれ時間的に多分朝じゃないからカバ無理か。そっか、カバ取らないとね。カバだけまだ提出できてないから。そうだよね。ジャンバ。今回はトムソンガゼルの写真ですか？アンブレラツリーに向かいましょう。あの辺にはガゼルの群れがいらっしゃる。あ、新しい場所じゃない？ありがとう。あの猿はもう取ったから大丈夫。うん。走ってるわ、猿が。見て、こいつもとは逆方向に進んでる。ちょっと感動じゃない？やっぱ2回同じ場所でしたからね。あ、すごいすごい。ねえ、すごい。こんな道通るの？もうしょうがないか。何あれ？なんかいない？ちょっと何かいるわよ、あそこに。あ、撮ったことあるわ。知らないのがいるのかと思って。と思ったけど、知ってるやつでした。大体知ってる。ここかな。あと、トンネルのあれでしょ？ハゲでしょ？ハゲ違うな。ハゲタカ？え？ハゲタカだよね。まあ、特にやっぱあの木かな。今回の目的は。ああ、群れじゃん。ちょっと群れに車で突っ込んじゃダメじゃない。はい。アンブレラって聞くと、まあちょっとバイオハザードかなと思っちゃうけど。はい。やるわよ。さあ、隠れながら。え、ちょっと待って。私知ってんのよ。こういうとこにあるこういう山みたいになってるのってさ、なんかアリノスとかじゃなかったっけ？こういうのって。違う？アンブレラツリーはいいのよ。これ違う？なんか近づいちゃいけないものじゃなかった？え？いるのかしら？ちょっと待って。ごめんなさい。違うわよ。まあでも特にいないわね。木の上には何かいたりしないの？群れっぽい写真ってどうしたらいいのかしら。ちょっと群れ感は感じないわね、あんまり。群れ？群れでしょ？お、行っちゃった。
ねえねえ、逃げちゃうんだけど。この子たちちょっとやっぱなんか、メンタル弱そうだもん。メンタル弱そうって。いや、なんかちょっとほら、すぐ逃げますみたいなタイプじゃん。ねえ、どうしてあげたらいいの？待ってればいいの？ちょっと待って、え？眠れとるの難しくない？お、神々しいですよ。神々しいけど別に群れではないよな。ちょっとこうやってさ、その自然舐めてる？大丈夫？なんかわかんない、近づき方とかもよくわかんない。なんか這いつくばってほしい、この際。もう無理よ。這いつくばるぐらいしないと。本当に群れこれ。なんかまばらすぎない？え、いないんだけど。がっつり夕方だね、もう。ゆっくり行こう、ゆっくり。あの手の動物ってね、目がいい、耳が良かったりするからね、あんまり、ね。まあそうなるよね。追いかけます、おばさん。最悪じゃない？あ、ねえ、これがいい。この状態で写真撮りたい。ね。カメラの、ズームがしょぼい。あると思います。どうしよう、群れは諦めるか。群れは今の写真でいいということにする？ダメ？舐めるなって感じ？何もいないわよ。あの子見て一匹よ、もう。どうすんのよ。ん？こっちにも射している？え？何？死んだ？夜になりますよと、はいはい、夜うろうろしたくない？夜こそなんかちょっとレアリティの高い、ちょっと凶悪な凶暴性の高いのがいるんじゃないのねえ。大した写真はないのよね。一応出してみるけど、ちょダメって言われる可能性の方が高いかも。これとか弱くね。あ、グッドなの？これでやったありがとう。なんか追加されたわよ。あ、じゃ終わったわ。なんか送ってないのあります？バット。バットだって。ひでえ。まあでも知ってる動物ってことだよね。え、今日でもだってそれ以外撮ってなくね？いや、撮ってないわ。
でも一通り終わったってことじゃない？夜中に外出するのは危ないね。ひどい。私は調査に行きたいわ。はい。まあ、なんとか群れがあれでもいいっていう優しい判定だったからね。なんか新しいの来てますか？来てるね。なんだろう。なにこれ。え、猿？猿あるよ。瞬殺じゃない？はい。バット多くない？いいわよ、お金いっぱいもらってるし。あと、クリア扱いだから、これ。これは何？何これ？あー！いたね、さっきね。これじゃない？こんなんでクリアしちゃダメ。バット。D 判定。え、でもクリアなの？いいのかな？こんなんでクリアしちゃっていいのかな？すごい思うんだけど。フォトフレーム。ストレージ買った方がいいんじゃない？ごめん、今日の仕事終わった私。だってこれ多分1日ごとしかメール来ないでしょ。ごめんなさい、なんかちょっと雑な仕事しちゃったって感じ。よし。あれ？メールが来てないわ。あれ？これ分かった、カバじゃない？犯人はカバよ。カバ以外は取ったもん。カバだけ取ってなくてストーリー進まないってことは、あ、ちなみにこのゲームなんか一応ストーリーの終わりみたいなちゃんとあるらしいですよ。なのでちょっとその終わりまではなんとか行きたいですよね。行けんのかな、ちょっとわかんないけど、とりあえずそうだね、カバ取りに行こう。なんだよなんだよ。水は別に来たわけじゃないんだよ。カバーが欲しいんだよ、カバーが。カバーどこだっけ？ちょっと襲われないように頑張ろうね。どこだっけ、カバー。この辺なかったっけ？あんま行き過ぎないでよ。行き過ぎてない？ちょっと。え？止めて。あれ、カバーってこの辺じゃなかったっけ？あれ、水が干上がってていないわね。ねえ、ちょっとカバーどこ行ったの？カバーを求める人。カバー、いや、私の記憶は確かにこの辺だったはずなのよ。水干上がっちゃったのかしら。無視するね。彼の助言なんてものは無視する私。ちょっと今カバーを求めてるから。あ、やばい、怒られた。もうすごい怒るじゃん。だってね、カバミが欲しいの、カバミが。じゃ発信して、はい。取ってない。あれは取ったもんね。え、でもそっちの水が枯れてたらさ、水場の方にいるのかな。でもカバいたら他の動物いないだろう、怖くて。
マジでいないんだけど、何にも。そうですね。そうですねっていう。カバー。カバー。カバー。最悪よ、この嵐よ、嵐。ちょっといろいろ走り回ってみる？やばいわ。やばいやばい。なんでよ。隠れたじゃないのよ。ダメなんだ。そういう問題じゃないんだ。本日も襲われてしまいました。本当にすいません。別に襲われたくて襲われてるんじゃないんですけどね。今何時ですか？川って別に朝じゃないのかな？夕方なのかな？いや、朝だよね。なんでこんなにカバ求めてるんだろう。私やだな、なんか自分で言って、あんまりカバ求めたくないよな、まあ、好きじゃないもん別にカバ。アンパンマンで言えばカバオくん別に好きじゃないもん。全然好きじゃない。ちょっとイラッとするもんね。でもさ、そこに行かせようとしてくるってことはさ、もうさ、ここら辺で停止したいんじゃないの？降りたろ。いないね、やっぱり。いた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 、ここじゃん。はーい、カバミ。うるさい、これちょっと、もうちょっと近づかせて、さすがに無理。やばいかな。やばい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 。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。やべ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 。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。怖え。怖すぎる。なんであんなに怖いの？ちょっと待って、遠すぎる。遠すぎるな。もう帰ろ、バイバーイ。早くない？帰るの。彼のことはほっときます。危なくない？私帰るんだから。何言ってんの、あの人。どうかしてるわよ。なんかいる？え？なんか虫みたいな音しない？あ、すごいすごい、いっぱいいるいっぱいいる。いっぱいモンキーがいるわ。出てきてはくれないのね。今の出てきてくれてたら結構いい写真だったと思うけどね。うん、悲しみ。うん、いないわ。帰ります。もうカバー取ったもん。
いやでも怖かったわね、カバが一斉にこっち向いたの。普通に襲われるんじゃないかと思っちゃった。これでカバ、めっちゃいいみたい。やったカバ大人。え、もうこれで一通りさ、この辺の生き物は全部入れたでしょ。多分だけど。ねえ、これでもう怒られることないと思うんだけど。動物が映っていません。映ってます。怒り。え？映ってたよね。え、じゃあ次のメール待つか。来るのかな、次のメール、そもそも。まあ、そうだよね。私が認識してないだけで、まだいる可能性あるもんね、いろんなの。でもカバ以外説明されてない、私。寝まくり。何をしにここにね、来てるのかわからないよね。ただ寝まくる女みたいな。ま、来てる来てる。これか。カバーのあくび。次はカバーのあくび姿を撮るんだったな。かなりリラックスしていないとカバーもあくびをしないんじゃないかな。茂みに隠れてシャッターチャンスを待つ、そんな姿が。そう。そうなの？とりあえずこれは、これ成功させて今日は終わりたいですね。でも、結構ポンポン進んでるよね、この出てるミッションみたいな。なんかびっくりマークが出てるミッションをパンパン進めていけば、ストーリーも展開していく。って書いてあった気がする。何見たんだっけな、ウィキペディアだったかな。なんかに書いてあった気がするんだけど、気のせいかな。ジャンボ、今回のターゲットはカバだそうですね。すぐ近くですが、ヒポプールまで案内いたしますよ。少々乗ってください。はい。まあ、案内してもらおうじゃない。あくびか。なんかでも一回取れた気がすんだよな、私あくびしてるカバー。近くね？おい、待って待って待って、近いって。めっちゃ見てたって今。怖えって。でもさ、これ入るか、カメラに。何？やばいって、秒で睨まれたよ。マジ？何が茂みに隠れてよ。そういう次元じゃなかったわよ。怖すぎるだろ。邪魔だな。 一匹に絞るのは絶望的だと思うんだよな。これじゃない？え、嘘でしょ？嘘よ。気づかれてる。
なんなんカバって、こんなにカバって、なんか降りてきた今。何？なんか音がするんだよな。これは首むずいぞ。しないじゃん。こっち見てる風なのっていうのはあれはもう特性なのかな、わかんないけど。目を離すわけにはいかない。え、寝た。あくびしてないよ。なんだお前ら、あくびしないと一生終わんないんだって。でも一点を見つめるのは多分癖なのかな。で、私このなんていうの、こっちを見てるっていうよりはって感じだよね。なんか別の足音しない？気のせいなのかな。やばい、マジであくび取るのむずすぎるだろう。誰でもいい、一人あくびしてくれたらそれで勝ちなんやけどな。誰でもいいよ。なんか泣いてるって絶対周りで。泣くな。あれあくびですか？泣いてんの？何あれ？わかんない。何あれ？あれあくび？わかんない。え、待って、あくびってでももっと口パーって開けるよね。今のあくびってよりは。威嚇？え、何？あかんの？あくびなの？威嚇なの？はっきりしなさいのたち、ほんとに。後ろにもいろいろ動物いたのね。いや、こんなことしてる場合じゃないって。カバから目を離しちゃダメだって。え？上飛んでんだよな。カバと見つめ合うこと今何分経ってるだろうってね。またブヤブヤ言ってる。あくびだもんね。でもこれ以上近づいたら見つかっちゃうし、うん、変に動き回るとも終わりだし、むず。なんで全員一斉に止まるの？それだけ教えて、理由。なぜって。教えてくれないんだ。ダメみたい。今のあくびっぽくなかった？あいつあくびしそう。お前のそれは何だ？あくびか？咳か？わかんない。カバのあくびをさ、リアルで見たことがないから、わかんないんだけど。起き上がるんかい。え、10万以上取ってる？いや、取ってないか、まだ。
こっちみんな。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 もうちょっとだけ待って、無理そうだったら、ちょっと本当に、さっきのくしゃみなのか何なのかわからない現象を、もうそうだということにして、一旦帰るか、しかないよね。君らマジで動いてよ。動いた動いた。水から出たやついるよ。カバって水辺で寝るの？何この動画。一生カバと向き合うだけ。信じられないよね。無理だ、もう。もう無理だ。食ってんじゃないの、あれで何かを。あくびじゃなくて。でも何食ってんの？泥？え？雑食のイメージではあるけど。徒歩じゃ帰れない？あ、徒歩だと遠いって言われそう。さようなら、カバ。なんかいい写真撮れなかったな。難しいカバ。ついちゃった。どうでした？いやー、難しかったですっていうのがもう本音よね。いかんせんちょっと思ったようにはね。いや、でも多分ダメな気がするな。大量に撮ったけど、送ってみるか。あ、でも送るになってる。ってことはそれっぽいのがあるってこと？どれ？全部口閉じてますけど。え？ごめん、どれ？これ？ダメやん。やっぱそうよな。あくびしてる姿なんか見えないもん。え、これ無理やわ。これ無理だわ。ちょっとまた次回、ちょっとまた頑張りましょう。ね、悲しいよね。なんか。ですよね。分かってた分かった。はい、ということでですね。
今回一旦この辺で終わりまして、次回またちょっとカバとの対決からやっていきたいと思います。カバマジで宿敵すぎるだろ。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。